ゆなさん、どうもです。歌舞伎おはようございます。やっぱり横浜公園、今までにないほどの激戦区ですね。気を取り直して一般に応募しました。私より娘の方がノリノリです。まあ一般でダメなら諦めますが、理性でもあるので場合によってはそこを考えます。うん、横浜には愛称があるということで、娘と旅行をそこを合わせました。えー、初日の17日は、 えー、諸事情で当選してもいけないので、19日だけしかチャンスがないのです。横浜公演の激戦のことを思うと、天井席でしたが、たまありに行けてよかったと思っています。うん。そして、乗っての方もチケット取れましたんで、えー、それはそれでよかったです。ライブビューイングの方は、2月25日のディレイビューイングに申し込みましたと。ね、いうことですね。うん。まあ、確かにたまりで、ね、 だけどまあ、できれば釣りもね、ちょっと、一般も応援しておりますので、はい、諦めずに。はい、かぶくんおはようございます。昨日あるところを見ていたら、表紙と中身が全然違うとあったんで、何のことかと思っていて、X を見たら皆さんがつぶやきていました、えー。このことだったんですね。私は予約はしていませんが、予約していた方がにすれば、 羽生さんが表紙中身も、あ、表紙中身も、羽生さんということで予約をしたんですが、なんだという、となるでしょうね。えー、発送する前に分かって、よかったです。うん。すでに予約を取り消した方もいるようです。出版物なんて変更されるときはありますが、必ず掲載する内容が変わりましたの。 ホーームページなどに記載されているはずです、うん、見つけた方がいなければ、もっととんでもないことになっていました。見つけた方がいなければ、うん、見つけた方には感謝です。それにしても、一部ではなくて、全面的なんですけど、ということですね。ちょ,ちょっとこれ、詐欺ってますね。なぜこんなことになったんだろう。あまあ、謝罪文がえ、謝罪があったということなんで、あれですけど、ちょっと信頼なくしちゃいますね。うん 寺田さんよろしくお願いします。歌舞伎のおはようございます。ハニープーさん、写真集の内容変更のお知らせありがとうございます。えー、コメントを見て、慌てて私も注文をしてねないか確認をしました、えー。注文はしていなかったんで、まずは安心です。うん。いろいろ考えてしまう出来事ですね。なぜ騒ぎになってからの、えー、報告になったのか、えー。これでは知らずに購入をしてしまった人から、サリだと言われても仕方ないですよね。 うん、えー。もしかしたら、クレームがあった場合だけ対応する、えー、つもりだったんでしょうか。中には、自分が間違って注文したのかなと思って、何も問い合わせをしない人もいると思います。私もそうしてしまうかもしれません。えー、いろんな、今までいろんなフィリ写真集、フィリアシを買いましたが、こんなことはなかったと思います、えー。こんなことをすれば、消費者からの信用を失うのは、えー、考えればわかることだと思います。 私の働くスーパーマーケットでも、年末年始どオーダブルの予約注文を受けます。予定していた材料が不足の主体で入荷されず、急遽別の材料に変更される場合があります。その時は注文されたお客様一人一人に連絡をしてお詫びをし、事情を説明して、キャンセルをするか、このまま購入され、され、るのかを確認します。 食品だとアレルギーのこともありますので、間違いでは許さ,ない許されないのです。今回のことを X で取材、えー、文を挙げていましたが、えー、具体的な対応については触れ,触れておらず、なんだか形だけの報告に見えました。X だけでは全ての注文をした人に、えー、情報が伝わるとは思いません。確かに。きちんとした対応をしてほしいですね。うーん、これって雑誌って届くのっていつなんですかね もし、え、X 見てない人もいると思うんですよ。だから届いた後に、え、私こんなの注文してないんだけどっていう人も出てくると思うんで、多分クレーム入ってくると思うんですよね。取り返しのつかないことになってくると思うんで、もうちょっとこう、分かりやすくやってほしいですね。うん。はい。そして、りょうさんどうもです。株券お疲れ様です。昨日のハニープー様の情報の本ですが、見切り発車した手配ですね。うん。え、自然の谷、山や、 あ自然の山や渓谷の、えー、専門誌ですが、やっちゃいましたね。えまだまだ、えー、こんなのは増えると思います。やっぱり株舞テレビは安心のバロメーター。あまり慌てず、情報に振り回さないように気をつけない,気をつけないとね。謝罪の意識も薄いところを見ると、えー、残念な内容でした。えー、とにかく、波に譲ると、えー、名をつけたら何でも売れる時代です。私たちも冷静に判断をしないとね。 なり,な,んあなりすましなんちゃって、などなどたくさん出てきます。のポチり、本当に大丈夫の、えー、心の隅にと思いました。背ばねということですけどね。これ山、えー、と、えっと、支店の山や渓谷警告の専門誌が羽生さんの方を出したということなんですね。うーん、なるほど。まあ、この、まあ、専門の会社、この本,この,本の会社は、 あれかなフィギュアスケート別に、羽生くんが他のフィギュアスケーターに変わっても、変わんないかなって思ったんでしょうかねそれとも、あの、羽生くんって名前を付ければ何でも売れるからと思って、変わったけど言わなかったのかっていうことなんですかね。そした確信犯になっちゃいますけど、まあ、いずれにしても勉強不足というか、なっちゃいますよね。うーん。ちょっとそこら辺の、いや、まだ、届いた後に、 まだクレーム出てくると思うんで、ちょっと気づいてない方は早く気づいた方がいいなっていうちょっと気がしますよね。うん。はい。まあ、大事にならないうちに早くもうちょっと対策あ、なんかやった方がいいなって感じしますよ。うん。はい。えっ、ー、と、たまみさん、よろしくお願いいたします。羽生結弦選手の表紙が違ったら、がっかり、他の人らとは変えません。うん。雑誌かおかしいですね。羽生の名前を使って販売するなんて詐欺です。うん。 やっぱ詐欺ですよね。これさ詐欺なのかなもしそうだとしたらほんと詐欺になっちゃいますよね。うん。でも、謝罪の内容文もあんまり納得いかないという内容がありました。あ、コメントがあったんで、あの、ツイッターで謝られても、それでもこう納得い、あまりこう良くないということは、ちょっと今回の件大,大,大きいですね、こうね。うん。はい。ゆなさんもイットです。かぶくんこんにちは。 どこへ変えたらいいのか分かんないんで公演、こうへ。数日、なぜか、株君テレビの過去のものが出てくるんですよ。うん。えー、それも、昨年、いろいろともめた、スターズのこと、は本当ですかなるほど。えー、時期も、時期が時期だし、その時の書き込みも見てみました。もう、一戦経つんですね。うん。くしくも、今、羽生さんの因があるのかどうか、気になります。当初はないかなと思っていましたが、横浜公演が1日追加になっている。 これは羽生さんンの可能性だと思いますえ。もしもそうなったら、また変なやからが挟まりそうな気もするけど、ここはそんなことそんなことないですよね。あ、こうってかぶくんテレビ。あどうでしょうかね。まあそんなことないように祈りたいですね。まあ昨年は、ありましたね。確かにね。これは、えっと、どの動画のコメントなんだどの、えー、これですかあ、これね。なるほど。 はい。ま、多分、まあ、AI とかが判断して、皆様が好きなものをおすすめすると思うんですよ。うん。だから、それ多分、スターズ・オン・ワイスのことを、結構気になってる方が多いから、おすすめ、おすすめに出てきてる可能性があるのかな。うん。やっぱ、羽生くんがスターズに出るかどうか気になってる人が多いという証拠かもしれないですね。うん。あと、上陽子さん、どうもです。かぶくん、こんばんは。え、雑誌のお話ですが、 表紙が、羽生結弦選手さんじゃなくて、がっかり。っていうか、初めは、羽生結弦全面で予約をさせ、さらっと延期。今度は、羽生結弦の羽も、あ、羽の字もないの、ない本にって、えー、詐欺じゃないですか。うん。あの、まだ、表紙に、羽生結弦の名前があるのなら、うーんと思うくらいだけど、羽生結弦っていう名前が、ないみたいじゃないですか。うん。早まって予約し,たしなくてよかった。 ねえ、全くないということになるんですよ。つまりね。まあ、詐欺になっちゃうと思うんですけど、まあ、詐欺なのか、まあ、間違ったのか、報告が、報告が遅れたのか。で、ま、も、あ、そんなのおかしいですよ、ね、でもね。うん。まあ、報告遅れた、遅れてるっていうことは、ま、波乳譲りじゃありませんって言っちゃうと、まあ、キャンセルが多くなっちゃうから言わなかったのかなっていうことなんですかね。いろいろ憶測あると思うんですけど、ちょっと、あのー、これは、 まあ、詐欺だって言われても、信頼なくしちゃっても、ちょっと仕方ない案件になっちゃうかなって感じます。うん。うん、なかなかね。えー、か伝統失礼します。リプレイ横浜公園行けなかったと嘆いていましたが、はっと気づき、ライブビューイング、ライブビューイングがあると、急いでライブビューイングを申し込みま、してき、してきました。えー、今回は、イオンシネマ新潟にしてはなくて、ユナイテッドシネマ新潟さんと、イオンシネマ新潟南で、 えー、新潟では上演されるんで、私はユナイテッドシテマ新潟の方を申し込んできました。うん。リプレイ最初日なんで楽しみです。ということですね。うん。はい。いいです。楽しみですね。イオンシネマは新潟にしなくて、ユナイテッド新潟さん、いろいろあるんですね。はい。ということで、さん、ありがとうございました。えー、っと、楽しみで欲しいんですが、まあ、雑誌の本とかにはちょっといろいろ気をつけつつ、やってください。 どうもです。